小林地図平成時代まで存命。没年は不明は、日本社会党衆議院議員。衆議院議員当選1回。小林正美の未亡人。三重県では、数少ない女性議員であった。1936年に、奈良県育英高等女学校を卒業した。その後に、衆議院議員となる小林正美と結婚をして、職業は、議員秘書を務めた。 1958年の第28回衆議院議員総選挙では、同じ選挙区から複数候補者を受立する日本社会党執行部の方針で31区から日本社会党の2人目の公認候補として、小林地図の夫の小林正美も出馬したが、亀山市を境界として、四日市市を中心とする北部地域は、 新人の四日市市出身の小林正美候補の地盤で伊賀や津市などの南部地域は現職の中井徳次郎候補の地盤とする地盤割りが成功して小林正美、中井徳次郎の二人ともが当選した。1960年の第29回衆議院議員総選挙では小林正美が選挙前に休制したことで未亡人の小林地図が 身代わり候補として出馬して、小林正美の遺影と黒いリボンをつけて、トブライ合戦として選挙運動をして、小林地図自身の女性票や小林正美と、浅沼稲次郎を刺殺事件の日本社会党への同情票がたくさん集まったことから41歳で、三重県唯一の女性議員として当選した。伊賀地域出身の日本社会党右派の中井。 徳次郎と自民党の川崎秀次が落選する番狂わせが起きた。第30回衆議院議員総選挙には立候補せず、政界引退。平成時代まで存命したとされるが新聞記事などの死亡記事が不明である。ありがとうございます。